こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アメリカアマゾンに取り組む際の注意点。オーストラリア一方に縛らずね、アメリカアマゾンも並行してやってる方、えー、いらっしゃいますけど、えー、初めのうちはね、えー、アマゾンに実績をアピールしないと売れないと。何しろ、US アマゾンにはもうすでに出品者がたくさんいますしね、実績のある出品者がいっぱいいるんで、わざわざ、まあ、どんな出品者かわからない えー、初心者にね、えー、売らせるのはリスキーだということでね、えー、極力売らせないようにシ,システムが出来上がってます。ですので、開始90日、えー、月間50個以上の制約が必要と、ね。これをクリアしない場合は、ライバルがいた場合は最安値じゃないと売れないと、ね。カート取れないんで、結局最安値を欲しい人がね、最安値を見て買うというのが売れる。あるいはね、えー、他に、 まあ、FBA 入れてる人がいないとか、まあ今、今ぐらいいっぱい出してるとそういうのはなかなか見つけにくいんですけど、えー、類似の商品が、ね、出てない商品を出すとか言った場合じゃないと売れないですで。そんなわけなんで、初心者が作ったカタログも、ね、ライバルがいった場合は検索に出にくくて売れないと。ね、それは当たり前ですよね。何やるかわかんない初心者が作ったカタログでどんなのを送るかわかんないと。 いうことなんでね、えー、普通にカタログ作ったんだと検索結果に出てこないんで売れません。でこの場合は広告を使う必要があると。ね、元気なもんですよね。何やるか分からかわかんなくても Amazon に金を落としてくれれば、えー、売れるようにしてあげるよというね、えー、これぞアマゾンって感じなんですけど、まあ、そういうふうになってますで。これらの実績作りなしで売れるのがオーストラリア・アマゾンの魅力と。 ね内しろみんな始まったばっかりの市場なんでね、えー、特に、えー、実績がすごくある人とかいないと、まあ、ただねオーストラリアアマゾンでもバンバン売ってる出品者と売れてない出品者がやっぱいますんでねその差は今後出てくると、まあ、たくさん売ってトラブルがない出品者は当然、えー、検索も優遇するようになってくるとであまり売らないあるいはね売るけどトラブルが多い出品者はやっぱ検索で負けてくると 要はアマゾンって、まあ、椅子取りゲームみたいなもんなんで、まあ、オーストラリアについてもね、えー、なかなか売れる商品見つからないねと言ってる方もいれば、まあ、ほいほい見つけて売り出してる方もいるんでね、まあ、この差は、えー、ついてくるんで、まず、ね、ランキングついてて売れる商品ね、ね、今、赤字で無理して売らなくても、オーストラリアの場合はね、まあ、トントンか若干の利益、あるいはね、普通に利益出るけど売れるというのが見つかりますんでね、まあ、売れる商品を見つけて、 まあ、えー、どんどん商品を入れていきましょう。まあ、オーストラリアはそんな感じでいいんですけどね。ないしろアメリカに取り組んでカタログを作ってて、なかなか売れないっていうのは、えー、初心者が作ったカタログは、えー、検索にあんま出さないように、アマゾンがシステムを組んでるからなんで、それを考えると、やっぱ初めはね、えー、赤字でもランキングがついてて、FBA の出品者が少ない商品、えー、これに入れる方がね、えー、得策かなと思います。以上、天ー・アカデミー、堀秀夫でした。